ファクトリーサイエンティスト協会の事務局長をしております、三井氏正嗣と申します。あの、私は、えっ、ー、と、就職してから最初は、あの、経団連の事務局におりまして、えっ、ー、と、震災から、の、13年、あの、経ちましたけれども、あの、東北の皆様には、えっ、ー、と、農業担当時代、それから、あの、新あの被災地支援担当時代、えー、観光復興の担当時代、あの、大変お世話になりました。 本日は東北の多くの皆様の前でお話をする機会をいただきまして誠にありがとうございます。本日はファクトリーサインテスト協会の最近の状況と今後の展開ということで20分いただきましてお話をさせていただきます。 えっと、本日お話しする内容でございますけれども、こちらの目次にございますように、ファクトリーサイエンティスト協会の目的、カリキュラム、概要、遠隔、現状、今後の予定、そして最後に少しこう PR をさせていただこうと思っております。ただあの、前半あの、大川さんのあのお話すごかったですよね。もうあの、盛りだくさんで、えっと、お腹いっぱいという感じですけれども、皆さんあの良かったという方は、あの、ぜひこう、ハートマークとか拍手マークをいただけるとありがたいです。 あの、しかも、あの、本日、あの、午前中にですね、私がご説明するスライドを、あの、チャット GPT4 に読ませて、あの、これを20分で話す原稿を作ってというふうに、あの、まあ、頼みましたら、あの、なかなか出来のいい、あの、まあ、冒頭と、こう、最後の、あの、締めの挨拶まで、こう、含めた、あの、原稿を上げていきまして、あの、もうなんか、あの、私がこのスライドに沿ってこう説明するのってどこまで必要なのかな、 あとで資料をお配りすればいいんじゃないのかなというふうに思いまして、本日は少しこうゆるく、あの、脱線をしながら、あの、お話をしたいと存じますので、皆様、ま、あの、よ、あの、よろしくお付き合いいただければと思います。で、ファクトリーサイエンティスト協会でございますけれども、目的といたしましては、この、えっ、ー、と、ファクトリーサイエンティスト、 という人材については後ほどお話をいたしますけれども、こちらのこう人材育成、それからこれをあのまあ世の中にこう広げていくということを目指して、も、まあ、ってこうものづくり、産,えー、産業のこう生産性向上を図っていくということを目的としております。なので目指すものとしては日本の産業競争力の向上、それからこうファクトリーサイエンティストの,、まあ、の KPI としては2030年までに4万人を育成するということを掲げております。 で、えっと、この4万人ということにつきましては、私が2年前に、あの、なんで4万人なんですかという説明を、あの、役員陣に、あの、させていただいたんですけれども、あの、日本の製造業の、こう、拠点と、え、ようなものを数えた場合に、その、こう、拠点の、あの、4つに1つは、あの、ファクトリーサイエンティストがいるという、あの、まあ、ことになりましたら、それが、こう、4万人という数字らしいんですけれども、まあ、そうしたら、こう、すぐに相談に行けるとか、あの、コミュニティ、それからネットワークが、こう、できる。 あの、先ほど、大川さんのあの、お話でも、こう、コミュニティの話がございましたけれども、まあ、そういうふうになって、こう、ものづくりの、こう、風景が変わっていくんだと、いうことで、こう、4万人という、あの、目標と、まあ、目算というものがあるらしいんです。では、ものづくり産業を、あの、牽引するファクトリーサイエンティストというのが、どんな人材かということですけれども、こちらも、あの、大川さんのお話に、あの、まあ、 ブリッジ人材、ブリッジエンジニアというお話がございましたけれども、ファクトリーサイエンティストというものは、あの、社長とか現場統括責任者、あるいはこう、現場作業者のこう間に立って、で、あの、IoT デバイスを使って、こう、データのこう、解析え、見える化、活用というものをこう、進めていくという人材を、あの、まあ、イメージしています。で、ファクトリーサイエンティスト、ファクトリーサイエンティストがこう、あの、持っている3つのスキルと、 いうことの定義もしておりますけれども、えー、と、まあ、あの、現場に、一言で言うと、現場にいる、あの、まあ、データサイエンティスト、まあ、ファクトリーにいる現場、あの、データサイエンティストということですけれども、まあ、期待されているのは、まあ、あの、データサイエンス、あの、データを分析するからあの、データエンジニアリング、データを加工して、まあ、見える化していく。そして、それをこう、一番上ですけれども、あの、マネジメントに活かしていくと。 いうことで、まあ、あの、経営に活かしていくということまで、あの、まあ、ていうか目指す目標として掲げています。なので、あの、まあ、どういう人材かというと、まあ、現場に立って、あの、現場の課題を IoT であの解決しながら、先ほどのこう質疑の時にも質問ござい、あの、経営者のマインドを変えるにはっていうお話ありましたけれども、あの、まあ、マネージメントにもこう影響を及ぼしていく、あるいは自らマネージメントしていくと、 いうようなことが考えられています。では、こういう,こうファクトリーサイエンティストを育成する講座というものが実際どういうふうになっているかということにつきまして、これは後ほどあのマイスターの井上様、宮城県産業技術センターの,の高く様からもお話があると思いますので、私の方はあの基本的な構成を掛け足でご紹介したいと思います。まず、第5週にわたるわけなんですけれども、第1週は あの、事前に届いた教材を使って、えっと、ローカル側のシステムを作っていきます。アルディーノというマイコンの開発環境を PC にインストールして、そして、あの、最初に、こう、ま、き、あの、教材のキットの中に入っている温度センサー、こちらの方からデータを取得して、サーバーに、こう、アップロードしていく。ここまでが第1週です。で、第2週ですけれども、サーバー側の、こう、システムの基礎ということで、 マイクロソフトのこうアジュールのクラウドサービスを使って、ま、ああの、取ったデータというものを、こう、しっかり、あの、クラウドの方にこう上げていって、データを溜め込んでいくということをいたします。で、第三週ですけれども、今度は、こう、取ったデータという、あの、クラウド上に、こう、溜まっていくデータを、あの、ビジュアライズ、えっと、するということで、ま、あ見える化するということで、データを加工しながら、えっと、それを、こう、ま、あ PC 上で、あの、ま、あグラフにして、こう、見える、 あの、見えるようにしていくということをいたします。で、第4週では、あの、まあ、アプリも使いまして、えっ、ー、と、データをこう見えるか、それから何のためにっていうことがあると思いますけれども、何のためにっていう問題意識に沿いながら、そのデータを、こう、まあ、どういうふうにこう、まあ、視覚的に見せていくのか、そこら辺について、あの、まあ、あの、学びを進めてまいります。で、第5週ですけれども、第5週では、 あの、最終プレゼンテーションということで、もう、ここは、あの、先ほど、あの、5分間のライトニングトークという話が、まあ、大川さんにはございま、あの、大川さんからございましたけれども、この第5集では、ひたすら、あの、まあ、50名前後の、あの、受講生が5分間で、えっと、自分がどういう問題意識で、どういう現場に、あの、どういう IoT を実装して、何をこう、解決した、あの、ようとしたか、その時にこう、まあ、ぶつかった課題は何かについて、5分間でこう、発表しまくる。 で、あの、それについて、こう、講師、TA 人ーー、それから、他の、こう、受講生が、まあ、とにかく、あの、コメントをつけたり、まあ、いいね、とか、あの、反応をつけていく、ということをいたします。で、この、あの、最後の、こう、まあ、5分間のプレゼンテーションが、まあ、実は、こう、会社に、あの、おいて、あの、まあ、えっ、ー、と、意思決定賢者に対しての、こう、プレゼンテーションの資料にもなるだろう、ということで、まあ、すぐに、すぐに、こう、実装のために、あの、社内展開していくのにも、 役立つというふうにされています。で、この第5週の、あのー、最終プレゼンテーションを必ずやって、ファクトリーサイエンティストとしてのこう認定証が、あの、送られるということになります。私も、あの、2年前に、こう、事務局長を就任あのさせていただくときに、えっ、ー、と、ファクトリーサイエンティスト育成講座を受講させていただいたんですけれども、まあ、あのー、 自分が受講してみて思ったこととしては、あの、私全くのこう文系、しかもあの事務職でございますけれども、まあ自分がこう、あのやっても、あのー、この育成講座を通して、えっと一通りのことはできるという、まああの、こいつ動くぞみたいなこう感覚があの体感できるということ、それからまあ触るのも怖くないし、別にあのー、まあ、 触って、えっ、ー、と、なんか、こう、壊れるんじゃないかとか、爆発するんじゃないかみたいなことはないですし、まあ、むしろ、こう、いろいろやることができるっていうことは分かって面白い。それから、大体、まあ、あの、こう、ここら辺を欲しくれば、えっ、ー、と、事例が出てくるかもしれないみたいなことで、こう、ネットで、あの、どういうところにどういう情報が落ちているのかみたいなことも、あの、だんだん、こう、分かってくるようになります。それから、あとは、あの、 大川さんがこう、いろいろ、あの、中小企業の、地方の中小企業の事例を聞きに行くんだという話をされておられましたけれども、あの、ま、自分の周り、少なくともこう、狭い、あの、ま、自宅と職場周りにはいなくても、世の中こう、いろんなことを考えて、いろんなことをやっている人がいるんだなというのが分かってきて、ま、そういう人を訪ねて行ってみたくあのなります。ということが、こう、自分がこう、あの、育成講座を受講してみて、思ったところでございます。 で、えっ、ー、と、ファクトリーサイエンティスト総会の方ですけれども、役員体制としては、あの、ただいまのスライドにございますように、えっ、ー、と、9名の、あの、役員がございまして、えっ、ー、と、参学のバランスも、あの、まあ、かなり現在のこう所属はともかくとして取れてい,あのいるのかなというふうに思っています。で、3の方では、まあ、代表理事を務めて、あの、います、あの、有機ホールディングスの大坪社長、はじめ、有リマさん、河野さん、長島さん、 それから、官の方では、えっ、ー、と、まあ、今、肩書きが違いますけれども、西垣さん、カスタニさん、こちらの方は、こう、経産省のご出身で、あの、いらっしゃいます。それから、あの、学の方では、えっ、ー、と、慶応の上原先生、田中先生、それから、まあ、慶応出身の、あの、専務理事の竹村、えっ、ー、と、彼が、あの、講座の、こう、開発、それから、えっ、ー、と、運営、コミュニティの、こう、企画などを中心となって進めています。 ここで、あの、事前に、あの、いただいた質問についてお答えしようと思いますけれども、えっ、ー、と、ファクトリーサイエンティストを学び、それを実践する作業内容や業態はどのような事例が多いか、そういった事例などがあればお聞かせで、できる、あ、お聞かせできる範囲でご教示いただけるとありがたいですという質問をいただきまして、誠にありがとうございます。まず、あの、育成講座の中での最終発表ですけれども、あの、これは、あの、最初に配られる教材、 あの、こちらなんですけれども、こちらに入っているものが、えっ、ー、と、温湿度センサーと電流計という、まあ、二つの基本的なセンサーが入っております。で、これにこう、引っ張られる人が多くて、実は私も、あの、各有一人で、えっ、ー、と、自分の PC の、あの、排熱口のところに、えっ、ー、と、まあ、温湿度センサーをくっつけて、夏のこう、暑い中で、あの、PC が熱暴走するのはどれくらいかと。 で、あの、それがこう、熱暴走する前に、あの、ちょっとこう、クールダウンする、こう、タイミングはどういうふうに取ればいいかっていうものを、あの、出すものでした。なので、あの、まあ、業態ということでは、事務職でも、あの、問題、あの、意識があれば、身近な課題に取り組めるというふうに思っております。で、実際にこう、製造現場に立ってらっしゃる人が出された事例としては、 ま、生産、生産現場、あの、立ち上げの時に、こう、オイル周りが、あの、冷えていると、立ち上がりに、こう、ガタつきが出るとか、えー、そういうことから、スムースに立ち上げるためには、ヒーターを、あの、つけることが多いんだけど、そのヒーターの、あの、ま、温度を測りながら、まあ、どれくらい、こう、温めればいいのか、というものについて、えっと、実証実験をしていくとか、あるいは、こう、停電が多い地域で、えっ、ー、と、ま、落雷のたびに、あの、停電、あの、しているか、こう、チェックのために、 あの、出社するというのはさすがに、あの、やりたくないということで、えっと、ま、通常電気が流れていて、スタンバイ時の状態と、それから停電になってしまった時の、ま、電流値というものについて、えっと、ま、測ってみた上で、で、えっと、停電を本当にこうしている場合にアラートを出すというものを作ってみたとか、そういったまあ事例がございます。こちらは、 あの、元々こうついてるセンサーを使ったものです。で違うセンサーについてももちろん講座の中で、えっ、ー、と、私はこういうことをやりたいということで取り組むことができまして、えっ、ー、と、違うセンサーの場合には、例えば、まあ、光量を、あのー、測る、えっ、ー、と、センサーをくっつけて、まあ、パトランプの、あの、点灯状況を確認するということで、まあ、パトランプがこう見えないところにいても、 あの、機械がどういう状況であるかっていうのがこう簡単にわかるとか、あるいはそのこうステータスについて、まあ、自動集計していくというような事例がございました。えっと、ご参考になれば幸いです。で、えっと、ファクトリーサイエンティスト協会の法人会員の皆様につきまして、共産企業とそれから えっと、参上企業というものがございますけれども、まあ、こちらの方は、あの、あれと思われる方も多いかもしれませんけれども、えっと、実は多くの方が、こう、名前を知っている企業さんも、あの、多く、えっと、さあの、加盟いただいておりまして、まあ、必ずしも、あの、中小零細企業の製造業の,あの方ばっかりではないというような状況になっております。で、こちらは、あの、おそらくですけれども、日本の産業、まあ、革命というものを、こう、サプライチェーン全体で進めていく、あの、必要があると。 いうような思いとか、あるいは、こう、自社の若手も育成したい。えっ、ー、と、現場、まあ、中小、あの、現場の基礎が分かって、中小の企業の皆さんと、まあ、共通言語で話せる、問題解決が、あの、できる人材を育てたいとか、あるいは、こう、自社そのものも、あの、変えていきたいということから、こう、ファクトリーサイエンリストを、あの、育成してみようかとか、育成するっていうこと活動について、あの、応援してみようかなっていう方が、あの、いらっしゃるのかなと思われます。 ファクトリーサイエンティスト協会は、あの、まあ、新型コロナウイルスの感染症が、こう、本格化する前から、あの、活動してたんですけれども、まあ、2018年、19年、こちらの方に、こう、あの、参加されていた東北の企業さんもいらっしゃるというふうに、今日情報をいただきましたけれども、えっ、ー、と、まあ、こういったところで、こう、慶応のキャンパスから、あの、企業の人、それから、あの、大学の先生らが集まって、えっ、ー、と、講座の開発を始めました。 で、2020年4月に法人化したんですけれども、そこで新型コロナが本格化いたしまして、ズームで全国から受講生を集まって、講師 TA の方も全国から集まって運営をしていくということになっております。で受講生、海外から あの、直接というのは、あの、確かまだなかったかなと思いますけれども、まあ、中国の方とか、ベトナムの方も、こう、参加されているように見受けております。で、それ以外に、あの、講座でございますけれども、あの、まあ、さらに、こう、ステップアップ講座ということで、産業用ロボット講座とか、えっ、ー、と、工作機械、それから AI の活用みたいなことも考えておりまして、それぞれ、こう、オプショナル講座の開発を進めたり、まあ、実際に、あの、何回か、あの、講座を実施したところもございます。 また会員対象のイベントといたしまして、まあ、スマートファクトリー、あと京都というあのデロイトトーマツがこう運営している、まあ、スマートファクトリーの見本、まあ、あの見本1というか、えっと、見本スペースみたいなところにこうお伺いをして意見交換をしたり、あるいはこうジムトフにこうさあの出展をしたりと。 ということを、あの、させていただいております。また、こちら、今年ですけれども、あの、先日2月22日に、群馬県にある、あの、株式会社土屋合成の工場見学会をいたしました。で、こちらの方では、あの、あ土屋合成さんというのは、あの、こう、プラスチックの射出成形の、あの、企業なんですけれども、えっ、ー、と、もう、あの、70代からの、こう、えー、とプラスチック、あの、射出成形機を数人でコントロールすると。 いうような状況までこう来ておりまして、まあ、経産省の2023年の,の DX セレクションの準,ブランプリ準グランプリも受賞された企業でございます。で、えっ、ー、と、ファクトリーサイエンティストの、あのー、まあ、現状ですけれども、認定者数につきましては、現在、まあ、ま、えー、約900名という状況で、まあ、年度を重ねるごとに、えっ、ー、と、まあ、あのー、まあ、比例、 関数的には、こう、受講生が増えている状況でございます。これを、こう、ま、指数関数的に増やしていくというのが今後の課題となっております。えっ、ー、と、全国にも、あの、こう、徐々に、こう、ま、広がりつつあるという状況で、今は、あの、東海道、あの、東海道というか、太平洋工業ベルトみたいなところが、あの、赤く、あの、染まってきております。 メディア掲載ですけども、いろいろなメ,あのメディアでこう注目して雑誌などでも取り上げていただいておりますけれども、まあ、最近はポッドキャストとか YouTuber とか、えっと、そういった方々でこう受講されて情報発信、あのご協力いただいたりしております。それからコミュニティ作りということでは、そうですね、これも大川さんからお話がありましたけれども、月 1FS 勉強会という取り組みを今年から始めております。あのまあ、集まれる人がこう集まってライトニングトークをこう重ねていくと。 いうことで、まあ、コミュニティを作っていきたいと思っております。こちらの講座のスケジュールなどにつきましては、そうですね。あの、ちょっと飛ばさせていただきます。来年度も、あの、まあ、育成講座を、えー、と定期的に開催していくとともに、まあ、新しい、こう、まあ、バージョンの、えっ、ー、と、今まで、こう、Azure というクラウドサービスを使っておりましたけれども、まあ、オンプレミスで、あの、まあ、工場の現場で、 えと、データが見えて、こう集約するっていうのを完結するものとか、新しいバージョンの開発とか、あるいは、こう、オプショナル講座の、あの、新たなもののこう開発、実施というものをしていきたいと思っております。で最後に PR になりますけれども、あの、産業用ロボット講座、あの、受講生、あの、募集中、それから第19回講座、受講生募集中、え、それから、あの、ファクトリーサイエンティスト、 あの、もうよ、活動4周年になりますけれども、こちらの活動報告会とか、あとあの、ファクトリーサイエンティスト賞というものも、まあの、実装された方とか、あるいはこう、多く,いく、あの、ファクトリーサイエンティストを育成された企業とか、あるいはこう、新たなこう、気づきを、 えっと、ファクトリーサイエンティストをコミュニティにこう与えてくれた方とかをこう表彰するあのイベントをや,あのやっておりまして、こちらの方を3月29日にオンラインで開催する予定にしております。はいでえー、と最後に少しだけあのお時間いただきまして、あのーまあ こちらは、こう、資料にないところで、あの、ございますけれども、あの、ファクトリーサイエンティストの、こう、現状の、あの、現状から、こう、課題というところについて少しお話をさせていただきますけれども、一つは、あの、ファクトリーサイエンティストが、こう、小さな、こう、現場に、あの、いても、職場にいても、なかなか、こう、相談相手がいないと、あるいは、こう、時間がない、えっ、ー、と、リソースがないっていうことで、まあ、くじけてしまいがちっていうところを、こう、どうやって、こうか、あの、乗り越えていって、 あの、日本のものづくり全体を変えていくかというところで言う、あの、言うと、まあ、一つは、こう、ファクトリーサイエンティストを、あの、まあ、増や、指数関数的に増やしていって、ファクトリーサイエンティストがファクトリーサイエンティストを育てていく、まあ、そういうことになること、それからコミュニティが充実していくこと、事例が共有されていくこと、こういったところが課題かというふうに思っております。で、えー、っと、ということで、こう、社内で、こう社あの、社長の右腕になるような、 で、あの、現場を持って現場の問題を解決するようなこうデータサイエンティストであるファクトリーサイエンティストを、まあ、育ててみたい、それからなってみたい、あの、それからみんなで、あの、横につながりながら、こう、育ててみたいという皆さんの、あの、ご支援と、あの、ご参加をお待ちしておりますので、皆様ご興味がございましたら、あの、チャットの方にもリンクを貼っておりますけれども、まあ、なんかの、こう、講座とか、イベントに、あの、 ご参加されてみて、ちょっとこう自分にこう合うのか、自分のこう問題意識と現場に合うのかということについて、えっ、ー、とまあ体験してみていただければ幸いです。今日はあのお時間いただきましてありがとうございました。失礼いたします。それではあ、株式会社マイスターの井上がファクトリーサイエンティスト育成講座の受講事例ということで発表させていただきます。よろしくお願いします。 まずはじめに会社概要について説明させていただきます。株式会社マイスターでは切削工具の再研磨や製作、特、すみません、株式会社マイスターでは切削工具の再研,再研磨や製作、特殊切削工具の設計製造、チェグ部品。 金型部品の受託、加工、ジグ装置の設計、製造などを行っており、自社製品の製造、販売も行っています。山形県佐賀市に本社を置き、横浜に営業所があります。弊社では技能検定に力を入れており、たくさんの社員が資格を取得しています。 出講動機ですが、そもそも DX や IoT の知識が全くなく、一体何をどうしたらいいのかわかりませんでした。汎用機を使って加工しているのに DX 化ってできるんだろうか人の手で加工しているのにどうやって大変なことを DX すれば楽になるって言われても、仕事って大変なことだからという考えが頭から離れず、絶対無理と決めつけていたのが正直な話です。 私自身 NC チームに携わっているのに何の DX もできずむしろ目をそらして過ごしていました何年か前から何か一つでいいから形にしたいと思っていたのですがきっかけがなく結局何もできていませんでしたそんな時ファクテリーサイエンティストの受講案内を見て経験,経験がなくても大丈夫という甘い言葉に誘われてそれだったら私にも IoT の知識を得られるかもと思い参加に至りました 実はこの画像を見た瞬間、なんとなく弊社の休校状が思い浮かび、親近感が湧いてしまったというのが本当のきっかけでした。こちらが受講スケジュールになります。内容について簡潔に記載しています。この受講で特に学んだことは、センサーを活用することで、よりたくさんの情報とデータをリアルタイムで管理できるということでした。 データを分析しアラートを出したりそれを見えるかやグラフ化することにより現状把握や問題点への回転に解決につなげられると学びました人手や時間がかかってしまっていたことめんどくさいことほど楽ができるシステムを作れるという発想が大切だということを今回の講座で学びました実際に今回の講座で取り組んだ内容が次の資料になります 在庫管理で困っていたのでその問題課題について取り組みました消耗品の在庫管理、えー、発注を担っているのですが発注者が休みの時に発注のタイミングがかぶってしまうと注文が遅れ在庫がなくなってしまう時がありました発注者不在の場合でも発注できるシステムを考え課題に取り組みました今回はロードセルというセンサーを使用し重さで在庫の個数を把握管理 できるように考えてみました。初めてセンサーというものを手にした感想は、とても小さいというところでした。パーツクリーナー1箱の総重量が約20キロあるんですけれども、その20キロのものを正確に測れるのだろうかと不安になり、社内のメンバーに相談したところ、土台を作ったらどうだろうとアドバイスをもらい、ベースから製作に当たりました。結果、 受講中での完成では間に合わなかったのですが、プログラミングの途中まで進めることができ、受講後にはなりますが、現在、パワーオートメイトで在庫がゼロになった時にアラートを出すところまで進められています。ゆくゆくはアラートをスラックにて連絡が来るようにし、発注者が不在でも他のマネージャーが気づき、発注ができる流れができるように進めていく予定です。 受講しての感想、FS 講座ではハンズオンという動画教材があり9名から10名程度の受講者に1名の t a がついたグループセッションで動画に沿っておのおので勉強していく流れでした中には私のように何も経験がない人もいればプログラミングを経験されている方もいてレベルの違いがあったのですが基本的に個人のペースで進められるので進めやすかったです わからないことがあれば質問をし指導してもらえたので問題なく課題をこなすことができましたその週その週で目標の課題があるのですが時間内に終わらなくても TA が残ってくださり最後まで課題に取り組むことができましたちなみに私は初回の講座で時間内に課題が終わらず最終的には3人の先生についていただき三対一で贅沢な指,で指導をしてもらいました オフィスワーといって通常研修のほかに復行や最終課題に向けて取り組める時間が週1回ありその中でも質問や困っていることに相談に乗ってもらえたのでとても心強かったです基本的に <laughs> 質問などはスラックにいていつでもできる状態で9名の TA が随時答えてくださるので答えを待つということもなかったです ただ1つ難点だったのがオンラインでのグループセッションだったので誰かが質問をしている時に自分が質問したくても TA が1人の場合前の人の質問が終わるまで待っていなければなら,ならず時間のロスがあり最終的に時間内に課題が終わらなかったということもありました。 最終発表に向けて課題を進めるにあたり通常業務と並行して課題制作や資料作成をしなければならずうまく時間を作れずに完成まで至らなかったのが残念でした講座終了後も引き続き講座のポータルサイトが閲覧できるので自分のペースで復習し過去の受講者の発表なども見ることができるので改善活動をするにあたり参考にできるのでとてもありがたいです 最初は講座の内容が難しく受講したことを後悔していたのですが、PA の方々が分かりやすく指導してくださり、参加してよかったと思いました。今後の展開についてですが、FS 講座でいろいろな種類のセンサーがあることが分かったので、製造の現場で困っていること、大変なことに対し、どういった方法で解決できるのかを考え、いろいろな可能性を生み出していきたいと思います。 今回学んだことを活かし、会社全体で DX 化を進めていけるように率先して改善していきたいです。日々、いかに楽ができるかを考え、楽しく仕事ができる仕組みを考えて行動していけたらいいなと思っています。現在、実績入力のデジタル化をテスト中ということで、講座が終わりましたが、問題に目を向けてこれからも DX 化を進めていきたいです。 以上、ご清聴ありがとうございました。はい。宮城県産業技術総合センター、機械電子情報技術部の高木と申します。よろしくお願いいたします。当センターにおけるファクトリーサイエンティスト育成講座の実行例について紹介いたします。まず私の自己紹介させていただきます。私は今年度宮城県の産技センターに新卒採用で入庁しました。主な業務としては、 三重県内のものづくり企業さんへの AI、IoT などの活用支援、それと画像処理の AI に関する研究などです。プログラ,ログラミングの経験としては、いわゆるノーコード系から C や Python まで使用しています。また、入庁してから IoT 関連のツールも触っています。ちなみにここの部分は、ハクトリーサイエンティスト講座の1週目の宿題の内容から一部引用しました。 私が所属する宮城県産業技術総合センターは、宮城県の工業系の試験機関で、産業振興を技術的な面から支援する機関となります。当センターでは企業さんからの技術相談や試験分析などを行っていますが、私の所属班では、今年度より県内のものづくり企業さんの AI、IoT 等の活用、内製化のご支援を行っておりまして、実際に AI や IoT を活かすことができるハンズオンセミナーや、 セミナーののの DX ラボといいう部屋で AI IoT やのデモ展示などを行っていますこれらで活用のイメージをつかんでいただきましてその次の段階として DX ラボでの課題のご相談や試作システムの実装また企業さんに訪問させていただいての機器のお貸し出しなどといった課題をどのように解決していくかを一緒にあって取り組む伴走支援も行っております。 2月の段階では194差400名の方に DXLAB ーーのご見学やご紹介をさせていただいております。続きまして、本講座の受講動機についてなのですが、先ほどもご説明したとおり、私の所属官では、今年度より IoT の支援を本格的に開始しました。この支援を行うためには、こういったことができますと示すような IoT の活用例が必要ですし、多種多様なデバイスを使用できた方が、様々な課題に対応することができます。 そういった中で東北経済産業局さんからお声がきいただきまして、活用例の参考を得るため、あまり触ったことない YONO ダや Azure のモハウの支度のため、あとは私の新人教育も兼ねまして、得られた知見を今後の支援業務で活用しようということで実行することとなりました。事後環境はこの通りでした。業務で使用しているデスクトップの PC1 台とディスプレイが2台。 職場のアンド o i ドのタブレットと個人の iPhone を使用していました。ちなみにこのディスプレイ2台というのはファクトリーサイエンティスト講座の推奨環境となります。続いて講座に行ったことについて説明させていただきます。講座は5週間で行われまして、まず1週目は IoT デバイスの YONODE というの使用方法についてでした。プログラムの開発環境の Arduino をインストールして、 i イオノードにプログラムを書き込み、音質センサーで音質を計測するなどといったことを行いました。2週目は計測したデータの使い方についてでして、この i イオノードで計測したデータを Azure というクラウドサーバーに送信するといったことを行いました。そして、Azure から置かれたデータをグラフツールの PowerBI やデー,タベースのデータベースツールの CosmosDB に送り可視化しました。 3週目ではデータの、先ほどのグラフを、データの加工やフィルターの変更などを行いカスタマイズし、リアルタイムで更新されるグラフレポートというものを作成しました。また、データベースに蓄積された長期間のデータをグラフ化するといった方法も行いました。4週目はデータのさらなる活用の例ということで、パワーオートメイトという RPA のツールを使用しまして、 先ほどの Power BI の温度グラフが敷地を超えたときにメールを送信するといったフローを作成しました。また、Power Apps というユーザーインターフェースのツールと Power a u t o m a t e を組み合わせて近代管理のアプリケーションを作成しました。ここまでは課題を解決する手法を学ぶといった内容になります。そして最終週の5週目では、 学んだことを用いて参加者それぞれが持つ会社やプライベートなどでの問題を解決する IoT システムを作成しました。私の場合は朝空調をつけないと作業日が寒いという問題に対して、不快指数を測定してグラフ化し、それをメール通知を行って空調の使用を促すシステムを作成しました。作成したシステムはこのようなスライドで参加者全員が発表を行いました。 こういった形で講座を終了したのですが、この講座を受けてよ受講してよかった点についてお伝えしたい、お伝えしたいと思います。Azure や w i Node を学べたといったこともあるんですが、まず挙げられるのは、説明がとても丁寧だということです。講座内では PDF の資料やオンデマンドの動画などを使用していましたが、それらの教材はとてもせ丁寧な説明となっています。私は PC や IoT についてある程度経験がありましたが、 全く経験がないいい方ででもついていけるほど丁寧でしたまたオンデマンドの動画は講義中に視聴するのでもし分からなくなっても疑問点をその場で TA に質問することができます先ほど Azure や Wi−Fi をノードを学べたと申しましたがただ Azure や Wi−Fi をノードを触るよりもより理解を深めることができたと思いますその影もあってか受講者にはプログラムの未経験の方が多くいらしたのですが 病気や業務都合などの方を除きばほとんどの方が5周目まで参加されていたようです。次にサポートが手厚いという点です。先ほど講義中に質問できると申しましたが、それ以外にもこのようなオフィスアワーという質問を受け付ける専用の時間があったり、スラック上で質問することができます。これらの質問も丁寧に回答していただけるので、 5週目の最終課題にも TA と相談しながら作成することができます。最後に事例が豊富にあるという点です。課題ではやりたいことに合わせてセンサーを選定する必要がありますが、それらの様々なセンサーに対応したサンプルのプログラムが多数用意されていまして、ものにはよりますが、多少変更するだけで課題のプログラムを用意することができます。また、過去の受講生の課題発表のスライドも見ることができます。 これらは課題作成中だけではなく、受講後にこういったことをやってみたいという際に参考として役に立つはずです。次に、受講に当たってということで、もし受講される際に、受講者側で気をつける点、準備した方がいい点を説明させていただきます。まず一つ目に、課題意識があった方がいいという点です。この講座は IoT を触ってみるという内容ではなく、 IoT などを用いた課題解決の手法についての内容になります。そのため、こういった課題はあるけど、それをどうすれば解決できるかがわからないといった方に向いています。例を挙げますと、工場内の温度監視をしたいでしたり、装置の稼働状況を知りたいといったことが挙げられます。2つ目に、予算と時間の確保が必要だということです。例えば、課題で距離を測りたい、人の感知を行いたいなどと考えた際に、 大体1個数百円から2000円程度にはなりますが、こういったセンサーを購入する必要が出てきます。こういったセンサーも使う際には TA からフォローはいただけたりもあります。また、復習や課題政策は講義時間内だけで行うことはかなり難しいです。こういった形で追加でお金や時間が必要となるケースが多いと思います。 これらをまとめますと、やる気のある方がこの講座に向いていると思います。続きまして、この講座を受けて、当センターでの今後の展開について説明いたします。今後、展示した今後作成した課題を、皆なけ DX ラボに展示することを予定していまして、現在、Azure の導入の検討を行っています。予定通り進んだ際は、センターに来所された方に FS 講座について紹介できるような展示にして、 IoT が触ってみたいという段階から課題解決をしたいという段階へのステップアップを支援できればと思います。また、講座で学んだノウハウを企業支援者などで活用でき,できればと考えています。最後にまとめとしまして、私の発表ではまず講座の内容について紹介させていただきました。また、受講してよかった点、受講にあたって気をつけた方がいい点についてお伝えさせていただきました。 当選というかの紹介は以上となります。ありがとうございました。